しみぐるたび心あるからそれは罪深く泣いたべそれは母なのだ。天の使いのたまき物質は影である。削られた色も砂へと変えれる喜びが、ほうほうあるから、それは古代で泣いたべ、それは場になるか。注意すべし、心はフィルムであり、現世はスクリーンである。つまり迷いというものは結局のところ三色のもやでしかないということだ。心にあるそれしか映写されないのだ。まっことしかしエボラケ、の方がより色として映るのはまさに映画のそれである。濁りの方が認識されるのだよ。わかるか、都合よくしか見えないっていうことだよ。万物相も同時、我が肉体のここに散る。